西中金駅は、かつて愛知県豊田市中金町にあった名古屋鉄道三河線の駅である。三河鉄道時代には紅葉で有名な高ラン景のあるアスケ町まで延伸する予定であった。しかし、世界恐慌による資金不足や応答は戦争などの影響で当駅以は延伸が進まず、名古屋鉄道合併後も事業免許は得ていたものの、最終的には断念して、 事業免許を返却した。アスケ方面への延伸のために、用地買収されたその先の土地は、道路として残っている。西中金駅の旧駅舎の待合室を、豊田市が改装し、住民組織、西中金駅愛護会が運営する、喫茶店、西中金フレアイステーションが、2015年11月14日に、営業開始した。ホーム1本のみの防線駅で、 開業から遅れて1930年に木造平屋の駅舎が建てられた。この終着駅らしくない構造は本来アスケ方面への延長までの暫定的な終着駅とされていたためである。また、駅名表にはアスケ方面への延長を予定していたためか、名鉄バスによる先行措置によりアスケ方面自動車連絡と書かれていた。廃止後の二千七年に駅舎とホームが 国の登録有形文化財に登録された。愛知県統計書、愛知県統計年間、豊田市統計書各号によると、1日平均乗車人員、及び1日平均乗降人員の推移は、以下の通りである。専任人単位からの概算値。ありがとうございます。